だから最近は、もうね、週刊文春がすごすぎて、で、多分他の、いわゆる週刊誌の人たちの記者は、ものすごいこの、編集長に、こっぴどく怒られてんだと思うんだよ。お前たち何してんだっつって。はい。だから今俺一番気をつけた方がいいと思うよ、芸能人。今はやるね、確かにね。今なんかねえか、なんかねえかって、週刊文春の一人勝ちすぎて、もう、指くわえて見てるわけにいかないから。確かに。今多分すごい稼働してると思うぞ。でも、ほんと、文春とかに勝つっていうかさ、やっぱそのレベル行くにはさ、この今の女性セブンじゃない、この本田翼とか竹井ちゃんとかさ、あの、高広のね、このレベルじゃないもんね。もっとなんか、深いものというか。すごい、大スクープって感じしないもんね、これね。そう。だからダメだよね、まだ女性セブンもここら辺まだ追っかけてるようじゃ。この辺乗せてるようじゃまだまだですよ。これは。これもまあ本当に人気者同士だから、芸能ゴシップとしてはまあまあのあれだと思うんだけど。あの、ちょっと前までね。ね。おーって思ってたけど、なんかもう。今じゃ弱いよね。なんか弱くなっちゃったよ。うん。うん。もっとやっぱ欲しくなるもんね、ショーン系みたいなね。ショーン系もだもんな。あれも文春でしょ？文春。やっぱすげえなと思うもんね。やっぱ狙うとこが。ショーン系なんて俺、本当に全然俺の中でノーマークだったからね。なんで怪しいと思ってたんだろう。あれをでしょ？こいつうさんくせえなと思ってたのかな、文春は。ねえ。ねえ。すごいとこだよな。確かうさんくささではあったけども、俺らも最初に仕事したけどね、何年か前に。怪しいなと思ってたよ。だけど、まさかだもんな。はあ、わかんねえよな。あんなに詐称するもんなんだね。でも、本人はすごい怖かったかな。だって売れれば売れるほど、そういうの調べられちゃうから。そうでしょ？だからテレビにそんな出るつもりは本当なかったのかな。もともとは、ちょっとした。経営コンサルタントって言ってたでしょ？で、経営コンサルタントが8割みたいなことを本人が言ってたんでしょ？なんか言ってたんだね。それが本当だとしたら、まあ、あんまりテレビとか出なければそんな調べられないことかもしんないもんね。そうなんだよ。なんかラジオとかやっててぐらいの、多分声がいいからね。そうね。そのつもりだったけど、どんどんやっぱ売れてきちゃったからな。あれは、いや、怖かったろうな、確かに。怖かったろうな。もう戻れないもんね。